はい、今回も水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。今回ですね、こちらスペシャル特番の方が放送となるという情報があったので、まあそれについてちょっと反応というか、まあそういうところを見ていこうと思うのと、あとね、第17話がね、放送となるんですが、これがね、おそらく急展開になるんじゃないかなと予想もできるんで、そのあたりも触れていこうかなと思います。まあシーズン2始まってね、あっという間に時が過ぎたんですけれども、非常に気になるところもあるし、それについても実はこの特番っていうのは重要になってくる可能性もあるので、この辺ピックアップしていこうと思います。まあ巷ではね、正直このダイジェスト版というか、この特番っていうのは割とね、物議を醸し出しているんで、その辺についてもね、いろいろあるんですが、実際今回はね、正直これ狙ってるんじゃないかなというところもあるので、まあその辺を踏まえて考えていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか考察等あればコメントよろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。非常に参考になっております。では、早速本題に入っていこうと思うんですけれども、まず概要ですね。こちらスペシャル特番ということで、シーズン2もまだ間に合う、機動戦士ガンダム水星の魔女スペシャル特番ということで、5月14日日曜日午後5時放送となっております。なので、第17話の方は5月の7日となっておりますよね。5月の7日5時からなので、1週間後の第18話放送かなと思っていたところが、スペシャル特番になるという形となっております。こちら第13話から17話までを一気に振り返るダイジェスト番組をお送りしますという感じとなっております。13から17ってもうね、5話分も進んだとなると結構早いなと思います。まあ情報が多すぎるんでね、パンクしそうになってるんですけれども、展開早いなと思います。なんかシーズン2はまたね、こう濃厚というか中毒性があるというか、そんな感じもあるので、あっという間かなと思いました。で、詳しい内容の方ですね。こちらなんですが、この特番の内容は、第18話からの展開に向けて、これから機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2をご視聴される方はもちろん、毎週ご視聴いただいている皆様も、これまでの物語の復習としてぜひお楽しみくださいということで、こちらが公式のホームページの方で公開となっている内容です。こちらの方ね、各種動画配信サービスでも順次配信予定なので、まあ当日ご自宅に見れない方でも、まあ、登録しているね、ところで配信があれば問題なく視聴できるかなと思います。ただやっぱりこれね、いろいろ意見が出ています。アフレコの収録に間に合ってないんじゃないかとか、これ実はね、シーズン1の方も同じような形であったんですが、あの時っていうのは、ちょっと展開的にもね、なんかここで挟むのみたいな感じで結構物議醸し出されたんですよね。制作サイドっていうのは結構カツカツでやってるっていう噂も出ていたので、そのあたりから特番を挟むことによって、まあ一回インターバルを挟むっていう意味があったんだと思います。ただ今回のアフレコ収録についてなんですけど、こちら間に合わないという説に関しては、個人的にはこれはね、今回違うかなと思っております。まあ3ヶ月空いたってことで、しっかりも練られた上で、こちら構成が揃っている状態でも作り上げられていると思います。おそらく意図的にやっていると思います。で、告知も結構早いんですよね。実はこのシーズン1の時は直前にあったことによって、それでね、これ間に合ってないんじゃないなとか、ちょっと休ませてるんじゃないなって言われてたんですけど、今回ね、1週間前、まあ第17話が放送する前にね、こちら決定しているということで、おそらく、これ予定通りのものだと思います。まあ、内容についてもね、非常に難しいですよね。今回、シャディクの性格だったりとか、まあスコア8とか、クワイエット0とか、まあ、データストームとか、その辺がね、どんどん深掘りされていくことによって、まあこういう考察だったりとか、いろんなものを見ていかない正直わからないことがたくさんあると思います。なので復習をやるという意味で、まあ、補足でねこういう意味があるんだよとか、まあ、字幕で出したりとか、まあ、公式側が出す説明という形で今回の内容が描かれるんじゃないかなと思います。つまりシーズン1よりはどちらかというとシーズン2の方があってね正解なんだと思います。で、内容についてなんですが、シーズン1の時を思い出してほしいです。シーズン1の特番、まあ皆さん放送タイミング覚えていますでしょうか？そう、割とね、急展開だったんですよね。プロローグ以降だと初めてのことだったのが退場者となっております。こちら退場したのはエラン・ケレス、強化人士4号ですね。ちょうどファラクトとエアリアルの戦いであって、シーズン2のオープニングで変更ともなった白いね、モヤみたいなものありましたね、光というか。あれがエリクトに変更されたんですが、あれがね、出たのがこのね、特番の前のエピソードなんですよね。つまり、正直あの回からどんどんね、ストーリーが進んでいくというか、やっぱエアリアルなんかおかしいよっていうのがね、分かったのがあのタイミングだったんですよね。そしてエラン・ケレスが焼却されてしまうという、なかなかの急展開だったんですけども、あれで特番を挟んでおります。つまりどういうことかというと、こちら第6話のね、鬱陶しい歌の後だったんですが、特番のタイミングが早いっていうことは、つまりこの第17話、またしても犠牲者が出る可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。もしくは退場者が出なくても、深く触れる内容がピックアップされてくるんじゃないかなと思います。こちらタイトルの方なんですが、大切なものなので、グエルがね、まあ、関わってくるものなのか、これが失われるかもしれないというね、可能性も全然あり得ると思います。で、第16話の方というのは、モビルスーツ戦が全くなかったことから、エアリアルとか、ファラクトだったりとか、もしくはね、そろそろシュバルゼッテも出てきていいんじゃないかなという感じです。まあ、誰が乗るのかめちゃくちゃ予想されてるし、何のモビルスーツなのか全くわからないんですが、
これが最後にドンと出てきて、これで特番に移るっていう可能性十分あり得るんじゃないかなと思います。あとはね、デミバーディングもそうですよね。こちらもね、ガンボルバとかとね、発売時期は一緒なので、これデミバーディングが出てくるっていう可能性もありそうです。いずれにせよ、モビルスーツ戦がないっていう回が2回連続続くってことはそんなにないと思うので、このあたりで犠牲者が出る、もしくは急な展開だったりとか、シーズン1のような光の中にいる人物とか、意味深な描写がたくさん出てくるのが、第17話なんじゃないかなと思います。第16話の内容、ベースを踏まえて、第17話で匂わしてくるっていう展開、十分あり得るかなと思います。で、加えてなんですが、このシーズン2の特番で、ね、もういいよっていう方多分多いと思うんですけれども、個人的にはナビゲーターが誰になるのか非常に楽しみかなと思います。前回ね、放送の特番の前ですね、このシーズン2始まる前は、シャーズナブル池田修一さんがやっていましたよね。なので今予想でね、一番多いのはやっぱアムロレイ来るんじゃないかなと、古谷徹さんですね。可能性十分あり得るかなと思います。過去のガンダム作品の名言を言ってくれたりとか、そういうところはこうファンとしても嬉しいところかなとも見たいですよね。もちろんアムロは出てこないと思うんですけれども、そういうのも楽しみの一つかなと思います。まあ本作水星の魔女っていうのはどうしてもガンダム初見の方とかも多分非常に多いと思うので、内容がどんどん難しくなってくるからこそ、この早い段階での特番っていうのは狙った上で組まれてるんじゃないかなと思います。ただ、それでいて、もう個人的な意見ですけれども、早く続きが見たいっていうこのね、展開の仕方っていうのもあるので、もうすごいね、モヤモヤしてるなという感じではあります。いずれにせよこの第17話はおそらくキーの話となってくると思うので皆さんぜひ注目してみていただきたいかなと思います。ぜひ皆さんねご意見だったりとか特番もういいよでもいいのでねコメントを残していただけると嬉しいです。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。